市川町瀬賀小学校近くの小さな花畑、ひまわりとコスモスが同時に咲く上瀬賀ひまわり畑に来ました。見ごろは10月なのでこれからが見ごろです。夏の花であるひまわりと秋の花であるコスモスの共演という珍しい景色を楽しむことができます。手前がひまわりで奥がコスモス畑。まだ満開ではありませんが少しずつ咲き始めています。市川町には11箇所のひまわり畑があり、時期をずらして11月頃まで見頃が続くように植えられています。ひまわり畑の情報は市川町ホームページや Facebook、Instagram で更新されているのでチェックしてみてくださいね。畑の前を流れる川にカモやサギがいました。少しでも近づくとすぐ逃げられてしまいます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。